見れば見るほどです。直在な小僧め、名を名乗れ。赤の鈴之助だ。さあ雰囲気が出てまいりました。もしやこれは、はいはい、赤銅、はい、赤銅にかけてますか。そうです、月の色が昨日そうだったもんですから、はあ、ね、なおなおなのれ皆既月食だ、まあ、こういうことになるわけですよね。はい、はい、月食いろいろいただいておりますよ、リクエストなんかもね。はい、雰囲気が出てまいりましたですね。ちゃんとあだっちゃんからもやっぱりね、赤銅色ということでね、赤銅鈴之助をお願いいたしますね。東京上北少年少女合唱だ、ね、おかけいたしております。はい、ということでございました。大沢さんからいただいておりますが、3年ぶりの皆既月食見ました。幻想的赤い月ね、え本当に感動しましたですよ。息子が赤い月を写真に撮りました。次回の皆既月食は2015年の4月4日だそうです。パトラッシュさんからもいただいております。昨日6時半過ぎにお家に戻ったんですよ。7時近くかな、すると家の前に人がたくさん出ているんでね、どうしたと一瞬びっくりしましたが、みんな皆既月食を見に外に出てきておりました。はい、町内の人が外にバーッと出ると大概火事やら何やら事件があったりというようなことがありますから、ね、ありますからびっくりしたいうからね、はい、見ましたか。娘の学校では天体部の人が学校で天体観測をしているそうです。いいな、来年も見れるそうですね、ということです。こういう時は夜遅くおってもいいです。天文部の人とかなんかはね、残ったりなんかもしてます。はい、ずんだもちさんからもいただいておりますね。今朝の中日新聞、青の快挙赤の彩りという、はい、うまいこと言いますね。月は赤く輝き、そして青という一つの功績によってノーベル賞が、ほらやっぱこれ曲変わりました。月がとっても青いから、いや赤かったでしょ月は昨日、はい、でもその青かったのは LED ね、はい、はいはいはい、でもその後遠回りして帰ろういう気持ちは当たってますでしょ、はい、分かる分かる、ね、見てしまいましたよ、という中日新聞のお話、主婦山主婦子さんとっても主婦山主婦子さんのお便りでございますが、三輪坂温泉岡山かな、はい、温泉の宿の7階の窓から見上げました。どっから見てるね、いいね、どっから見てますね、雰囲気あるね、うん、外からは虫の音が風情を盛り上げてくれました。宴会場から戻ってきたら月の姿が見えず、主人と二人でかがんで月を見ていました。昨夜は満月でした。記念となる皆既月食でした、という、まあ岡山のね温泉地からの、はい、ね、月を見たというのも思い出ですよね。うん、慶派の物資院慶さんですけれども、皆既月食私は仕事の合間合間に眺めておりましたが、そろそろ3分の2ほど隠れるかというところで月を雲が覆ってしまいました、うん、ね、ちょっと曇りがちではありましたもんね。皆既の時間はまだまだあるとはいえ、ちょうど隠れるタイミングで邪魔しなくてもなと思います。本当に意地の悪い雲ですというのは、月を本当に真剣にめでる人にとって、昔の平安時代の人とかなんかは、はい、昔からよく言います花鳥風月のそういったとので暮らしている人にとって、うん、今日は月を見るぞと思ったら、ふわっと月に村雲、うん、花に風、うん、そういうのはもう風流な人にとってはなんと邪魔なものだろうということは、ね、こうやって見ると思いますね。本当そう、雲はね、うん、ちょっと曇りがちでしたよね。だからなんかこう切れ目切れ目からやっと見るみたいな、私もそうでしたけど。そういうことですか、はい、見てましたか。見ましたよ。子供たちはなんか言ってましたね。子供はね、よう見えんな、わからんな、いやそれが皆既月食、それが皆既月食、いやいや、はい、必ずお宅の子はバカ臭いですね。本当にね、ほっといて、ほっといてちょうだい。ちびたのお父さんですけども、坪井さん、昨夜の夜皆既月食でした。今までこういった現象にはあまり興味がなかったので気にも留めませんでしたけれども、たまたま暇で夜空を眺めたら綺麗に見ることができました。初めて肉眼やってあれ見て肉眼に見えると思ったと思うよ、はい、肉眼で見れたので感動しました、はい、ドキンちゃんですけども、昨夜の月食はっきり見えました。しっかりと見ました。6
6時過ぎでしたからね、うちはちょうど夕ご飯時で、お鍋の火をちょっと止めては外に出てみて、そしてお茶碗を並べてはまた外に行ってみてと、10分おきぐらいに何度も玄関を出たり入ったり、この感動的な天体、あ、今曲が変わりました、セーラームーン、はい、やっぱセーラームーンライトで、ね、はい、はい、この人、何度も玄関を出たり入ったり、この感動的な天体ショーに全く関心のない姑様は、何を走り回ってるだ、バタ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 と、少々をね、遅れ気味な晩ご飯にご不満のようでした。これは月に代わってお仕置きをされたわけされちゃったからね、本当です、ね、はい、私は月の欠け始めから徐々に欠けていく様子と、完全に消えた時の赤い月を見られたのに、とても感動しました。おおと、ね、その後も出たり入ったりしながら綺麗な満月になるまで見ておりました。大満足なリアルプラネタリウムでありました、うん、それから、うん、この方は桃色レッサーパンダさんからいただいております。天市の方ですけれども、配送の仕事をしながら合間に随時変化を、見届けることができた。実際に見るとやっぱり神秘的でワクワクドキドキしますね。クリオネブルドッグさんからもね、皆既月食見られずという、曇ってて見られませんでしたね。皆さんはどうだったですか。豊橋の方は見られなかったというご意見。長良の人は岐阜の方ですが、皆既月食見ました。先ほど帰りに名鉄岐阜駅から自転車で帰る途中に見れましたよという、この方もちょうど絵に浮かびますね、ライトアップされた金華山、長良川もうすぐ鵜飼が終わろうとする夜の岐阜市内の長良のところからのこう様子、はい、目に浮かぶようですよね、うん、舞姫さんからも、中3の娘とベランダに出て秋の夜長天体ショーを楽しんだんですが、日頃お父さん嫌いあっち行ってというこの私を毛嫌いする娘も、この日ばかりは私の隣で最近の学校のことや塾の話をしながら月の満ち欠けを眺めていました。私もこんなにのんびり夜空を眺めるなんて久しぶりのことで、とても良い親子の時間を与えてくれたお月様に感謝をいたします。月が共通の話題になりましたかね。ちょっと分かってきましたね。私はいつもいらんないうのは、どうしよう今度の日曜日、なんかあのどっか海を見たいとか星を見たいとかっていうの、はい、そんなものは夜景見たいとかありますけど、いらんやろうというんですが、はい、やっぱこういう共通なもので美しいものを見ると心がこう開かれてくるということからすると無駄ではないですね、はい、あれは私は無駄だと思ってます。ちょっといろんな会話は広がりますけどね、はいはいはい、だけど嫌なものは嫌だよ。あら、嫌なものは嫌だよ。嫌なものね、うん、それは違う。おかしいな、はい、ほんならもう星なんか見んでええやん、ね、だから星は見たい。そこも拒否してほしいわ。月星は見たい、綺麗なものは見たい。あ、はい、豊橋のともちゃんから、私は7日からですね、実家の鹿沼市に来ております。あ、鹿沼の方からも、まあ、そういうことですか、うん、はい、鹿沼の空は快晴でということで、あ、赤道してますけど、このラインナップ何なんですか。いや、みんな関係ある。何なんですか。みんな関係ありますよ、はい、ね、赤道進みますけ、はい、ね、あんまこの3曲続けてかけるとこないですよ。ないですかね、はい、だからこそですよね、同じことやってたらね、どこでも同じやりことになったらこの番組の価値がないです。なるほどね、はい、はい、か、角を進むすけを聞きながら、はい、ね、で、まあ、鹿沼の方から見ておりましたという、その神秘的で壮大な天体ショーを見ていたら、自分たちの人間がいかにちっぽけか、そんなことを思い知らされました。一昨年金環月食がありましたですが、はい、あの時はビリーさん、シシリアさん姉妹と一緒に台湾で見ましたというのは、この人は1000円の約束の時の話をしてます。お、はいはいはい、はい、うん、台湾に行って、はい、そしてチンホテイさんという、はい、その人ね、探すというね、はい、はい、それはなんともあの、うん、中国の、うんうん、アヘン戦争林則女の娘さん、はい、娘さんと一緒になったあのね、チンさんのこの末裔ということでね、うん、はい、はい、そういうところまでの話が行きましたですよ ね、ありました。その時はちょうど見ました。で、坪井さん、小高さんは東京でしたよね。東京の CBC の横の、はい、あのいわゆるお堀のそば、そうです ね、はい、あそこのところで皆既月食見ましたよ。あれ日食ですね。何て言いました。月食ではないです。あ、そうそう、日食、はい、日食、あの時は日食です。日食ですね、はいはい、月食と言いました、はい、月食って言いましたけど、はい、日食を見ましたね、はい、はい、あ、節目節目で思い出っていうのはつながりますね、スーッとね、はい、あの時はということで、うん、
毎日同じように流れていくと何やらわけが分かりませんが、うん、はい、ですから昨日なんかは、あ、そうそう、皆既月食の日、ああいうことがあったなとかいうのはありますよね。思い出に残りやすいですよね、皆既月食、はいね、その後、うん、何、私あの、うん、この間武道館はリンゴブドウのブドウだと思ってたりしましたけど、皆既月食もあの、うん、ちょっと見ると怖い感じがするんで、坪井紀巻さんもね、はい、あの皆既、皆既小説の、そうそうそう、あの皆既と思ってどんな怖いことが起こるんだろうと思ったというんですが、そうそう、うん、皆既大作戦月食さんからいただいておりますけれども、この人もやっぱり皆既恐ろしい月食、そうそうそう、皆既月食というふうにというような子供の頃はね思っておりましたが、うん、あのそもそも皆既日食とか皆既月食の皆既というのはどういう意味なのかというのを調べてみました、うん、はい、皆というのはみんなということだから分かりますよね、既はすでにの既ですよね、すでにということですが、うん、はい、だからみんなすでに日食、すでに月食ってのは変でしょ、うん、言ってみれば、ね、徐々に行くのにも何をすでにというのはその時はすでにでしょうけど、うん、今から見るぞって何をすでにやと、うん、終わってしまったとしてはまあすでに終わったと言えるでしょうけれどもね、うん、はい、でこの広辞苑でを紐解くとですね、はい、この皆既の木の字は尽きるという意味らしいです、はい、意味としては尽きる、はい、だから全部尽きるという意味で皆既という、でなぜ木が尽きるという意味かというと、こちらは、漢字源によりますと、まあ、こういう辞書ですね、はい、木というのは、うん、お腹いっぱいとなって、うん、あのなんかゲップが出る様、お首っていうんですかね、はい、それが出る様ということで、木というのはご馳走というような意味も含まれていて、そういうところから、はい、はい、ですからあのご馳走を食べて お腹いっぱいになること、限度まで行ってしまう意味からすでにという意味も生じてきたということで、尽きるとか食べるとかということにも関連しているんですよというのがこの皆既日食、皆既月食の語源、はい、ですからでしょうか、マイチンカールさんですがね、はい、ただいま皆既月食中です、坪井さんののりおくんのように黒光りしてて神秘的ですが、見てるんか、全く天体に興味のない自分はちょっと長すぎてもうお腹いっぱい飽きましたと偶然にもここでお腹いっぱいというような皆既月食のその字そのものの感想を持った方もいらっしゃる、お腹いっぱいっていう意味もある、ね、はい、というのがあるらしいですね、はい、だからいっぱいにこうみんなこうね、満たされているという、はい、まあこの黒い部分がいっぱいにこう満たしているということも解釈できるんではないでしょうか、ね、お腹いっぱいの時に皆既状態って言えばいいんだ ねようあるよそういう時食べた後ほとんどあなたは飢餓状態です、はい、ということでございます。